皆さんこんにちは、無理やりです。で今日の購入品紹介をしたいと思います。100均でいっぱい買ってきました。もういくら買ったんだろう、結構買いました。ということでセリアとダイソーの商品を、はい、紹介したいと思います。結構買ったの。はい、まず一つ目というかもうまとめてしまったんですが、じゃん、このマスキングテープの入れる箱ですね。カゴンで、ちなみにマスキングテープはセーラームーンとかユニコーン、メリーゴーランドかなだったり、あとバービーのマスキングテープになります。でこれがね15ミリのが5個入るマスキングテープケースになってます。めっちゃかわいい。そして次はコットンパフ、これねセリアのコットンパフですね。130枚入りで、これ開けよう。これ耳なしタイプなんですよ。耳がないタイプ、コットンパックとかしやすいかなと思います。ネイリストの勉強をしている時に、このタイプでみんなやるんですね、ネイリストの人って。まあ大体、まあ、それが問屋で売ってるんですけど、すごい使いやすいのよ。だからこっち、しかも超気持ちいいの、ここ、うーじゃーん、グルーガン。グルーガンはなくしちゃったから多分ね、探せばどっかからか出てくるんだろうけど、おばあちゃんがいや買っときなさいって、どうせなくすんだからって多分実家にも 2,3 個ある。そしてこちら小鼻用洗顔ブラシ、わかるかな、これ、このほら、うわー、だからここ鼻をこうやってやるわけよね、洗顔の時にこうやって。でこういう角質を、硬くなっちゃうじゃん、こことか乾燥しちゃったりとかするじゃん、こういうのをこうやってやったりとかするらしい。取れてんのかな、やばい、これ気持ちいい、めっちゃ触ってられる。はい、そしてブラシ関連ね、初めて買いました、極ふわファンデーションブラシ。これは普通に欲しかったんです。っていうのは私ファンデーションブラシ持ってないんですよ。ファンデーションブラシっていうか、このさ太いブラシが欲しかったのね、ずっと。わかる？めっちゃ気持ちいい。今持てるだけ持ってるだけなんですけど、これ私のブラシなんですけど、まあ大体これは特殊メイク用のブラシです。で本当普通のメイクのブラシはあっちにもう一個っていうかセットが32個あるんですけど、こっち特殊メイク用なのですごくね、色がついちゃってたりするのね。だからこういう例えばもうほんとファンデーション用とかちょっとこう女の子っぽいものを持ってなかったので買いました。そしてまたこちら春姫の極ふわのリキッドファンデーションブラシ、これは特殊メイクの筆としても使いたいなと思ってね、やっぱりフェイスペイントとか塗るときとかこういう筆めっちゃ使いやすいので、リキッドファンデーションブラシは使えるかなと思って買いました。またこちら極ふわです。これは普通にフェイスブラシ、これはピンクだから買いたかっただけ。極ふわ、めっちゃふわふわしてる、かわいい、めっちゃふわふわしてる。これのハートバージョンがセーラームーンのがあったんだよね、前。100均じゃないよ、これ。なんか自分で切ったらなりそうだな、そのハートに。私あれなんですよ、特殊メイクしかしないのにブラシ集めすごいしてたの昔だから、すごいブラシ見ると買いたくなっちゃう。そしてさっきのグルーガンのなんだ、グルスティックの方ですね。あ、そして洗顔ブラシも買ってきている。はい、洗顔ブラシ、いや本当にいっぱい買ったんだよ、マジで。洗顔ね最近始めたんですよ。今度いつか動画にできたらなと思うんですけど、最近ねちゃんと洗顔するようになりました。今までブロガーのやつでね洗顔いただいたりとかして使ってたんですけど、なかなかね続かないんですよ私、洗顔が。だからこういうの、私ブラシ好きだからさ、こういうのあったら続くかなと思って。
だお風呂のはね豆にやってるの、スクラブとかも豆だし、だからお風呂にこう吊るしておけばね必然的にやるかなって思って、だって気持ちいいもん絶対。気持ちいい、これこれはやばい、いやーこれ気持ちいいよ、大好き、こういうなんかこのモフモフしてるの、いいかわいい、ギガちゃんみたい。はい、そしてです、じゃん、この中にはちょっといろいろまとめたので、これを買いました、まずこれ1個ね。そしてこっちセリアです、多分こっからは全部セリアになるかな。これはねありがてえと思った。はい、 USB のツインチャージャー、ここにさ今刺さってるんですけど、 USB がちょっと2つ欲しくて、なので2台同時にできるやつを買ってきました。マジでこれマジで使えると思った、わかんないよ、まだ使ってないんでわかんないんですけど、私 Mac Pro にしたんですよ。で、新しい Mac Pro にしたので、USB 端子がないので、 USB の挿すものを買ってそこに挿すっていう形になったんですけど、SD とかもないんですよ。なので結構大変なので、その SD とかマイクロ SD とかが刺さるカードリーダーが、カードリーダースティックが、しかもピンクが売ってたんですよ。ほらほらほら、すごくないこれ、いやすっごいなと思って買ってきました。いやこれめっちゃ使えない、だってすごくない、 SD 刺さってマイクロ SD 刺さって、 MS って何なんだろうね、メモリースティックプロデュオ、へー。そしてですね、こちらちょっと入れるときに切っちゃったんですけど、使い切りの接着剤、使い切りタイプの接着剤、こっからなんですけれども全部マスキングテープになります。ほらピンクっぽい赤かな、ピンクとピーチっていう商品名、かわいい。2個買いました、のこれも2個買いました、同じ色2個買いました。でもう一個パステルカラーの水色の方、キキララっぽい感じで可愛いなと思ったので買ってきました。このいちごちゃんはなんとなく買ってきました。マスキングテープは最近すごい好きで買うんですけど、置くところがないのでもう買わないようにしようと思う。マスキングテープとかグルーガンとかも全部入れようと思ってこれ買ってきました。これは今持って帰るのに大変だったので詰めて持ってきたんですけど、グルーガンとか、要はなんだろうな、日曜大工的なそのドライバーとかもあるので全部この中に、まあでもちっちゃいかな、でも入ると思うので入れたいと思います。まだまだありますよ、ハートのバルーン、パーティーバルーンですね。で、空気、ヘリウム、どちらでも膨らみますって書いてある。ん？でもこれ紐ついてるのかな、これストローないとできないの？ヘリウムガス。あら、アマゾンで頼みます。ってことは、ヘリウムガス買うの忘れた。そしてクラッカー、誰かクラッカー家でやったら火災報知器鳴らないかとか教えてください。今鳴らしてみる、1個今鳴らしてみましょうか、鳴らしちゃおううるさそう今鳴らしてみましょう、せーの、熱っ熱っ熱っ、鳴らない、火災報知器鳴らない、あ、こういうシュールに終わるのクラッカーって。はい、そしてここからはですね、よいしょよいしょ、カップケーキのカップがあったの、ほら可愛くない、これを DIY みたいな感じで使おうかなと思います。そして瓶、同じの4つ買いました。これつまみ買ってきました、取っ手のつまみで、私が気に入ってるのはこのピンクと水色のつまみ、引き出し用のつまみ、超可愛い。9個買ってきました、これは DIY に使おうと思って買ってきました。はい、ということでめっちゃ買ってきたね、疲れた。まだ
買ってきたものはたくさんあるんですけど、ちょっと今実家から帰ってきたのですっごい今片付いてないので、また片付いたりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。森有でした。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録ボタンがここら辺に出しておきます。まだの方はよろしくお願いします。そして過去の動画はこちらに出しておきます。100均メイクとかにしようかな。100均でできる特殊メイク的なやつにしようかな。それともちょっとグロいの苦手な人もいるので違うやつにしときますね。ちょっと気分で変えておきます。はい、ということで森有でした。バイバーイ。